映れ。映った。どうも。はじめましての方は、はじめまして。そうじゃない方は、はじめまして。あ、こんにちは。名前は、ドラジローです。また、ドラジローか、ドラと呼んでください。下ネタ満載。プラス、無編集。じゃない。タイトルは、その時に決めます。アップするときに決めたいと思います。ん？ウィーで。ステレオモノラル、ドルビー。縛りでやるならモノラルなんですけども、そんなのしたくないんで、ステレオでです。バイオハザード4。自分の、腕前というのは、ノーマルをゴリ押しで勝てる程度です。一回軽い気持ちでやってたんですよ。布団に入ってもう寝っ転がってもうプレイしてたんですけども、どこまで行けたかな。大量にガナードたちが来るところで首がもげました。The devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States made a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished.こうみんなに映ってるかな。スクロールを回転すると対比が変わるんですよ。これが4対6かな。これが16。アラブルレオン。やばい。どれがいい？みんな。これ？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 めちゃくちゃにあった。Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? あ、しまった。ごめん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 としか言わないです。ではやっていきましょう。おっと。で、回復は下の方に置いておきます。やっていくか。改造コード使ってます。残虐？海外版と同じように。チェーンソーとか即死攻撃の時に体が真っ二つになったり首がもげたりします。あと、まあ起動時に間違えてお金をマックスにするコードも外さずに、起動していました。そこは勘弁ねしてください。腕前自体がノーマルを超ご利用して買って、クリアできた程度なんです。さあ聞こえてねえのか。
I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. これ何してやがる。ロリカテカブロン。ロリコンね。Sorry to have bothered you. Freeze. Freeze. I said freeze. 一瞬フリーズ。いけ。ごめんね、失敗しちゃったよ。コスチュームはスペシャル1を選んでおります。みんなのためにスペシャル1を選びました。スペシャル2はね、もうチート並みなので。Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding. どれが見やすいかな。Get out of there and head toward the village. 引き伸ばした感覚があるから、これがいいかな。Understood. これぐらいが妥当じゃないかな。じゃあ行くか。から降りるのはあんま好きじゃない。調べよう。だそうです。自分はこのこれで狙う操作が本当に苦手です。ペラペラソース。で、何が得意かっていうと、初代みたいなああいう視点。あっ、この野郎死にたいようだね。俺は死ぬ。やばい。どこからかな？こっからかよーい。飛ばす。そう、体力食らったからね、こうした方が便利。死ね。飛ばす飛ばす。待て、やはり一回一回こうしないといけないのかな。かっこいいシーン、どうぞ。まずこっちに来る。うう、お前に食らった。やばい。やばい。やばくなかった。当たん。当たれ。当たらねえ。なんだこれ。あ、死んだ。Fuck you. あ、死んだ。まあ見ての通り下手くそなプレイでごめんなさいね。ノーマルをご利用しな自分です。ここで死ぬ人をね、初めて見た人もいるかもしんない。ワンチャプターごとに区切っていこうかなと思います。
課金。ステレオ音声今バグっとったぜ。まあ、一回ワンツーマンならね普通に自分もいけるんですけども、集団で来られるともうダメですね。もうはい、自慢じゃないけどもダメです。死ぬ自信があります。あ、いた。よっしゃ、よしよしよし。この辺なんか落ちてないんだっけ。やった。死にそうな時、今だ。シャキン。つか。いいや。この辺ね、確かクリティカル、あ、外した。おお、ほら、よし、やばい、やった。自分は初代みたいなタイプが好きです。弾がハンドガンの弾いくらあっても足りん。その代わりショットガンとかね、マシンピストルとかの弾が余ってくる。当たんねえのか。上がれろ。あびし、この野郎、よくも。よっしゃ、やい。やばい、非常にまずい。村手前です。で、この瀕死状態はなんだ。よーえ、やばいやばい、本当にやばい。13分。Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks.何か知らない方、マニュアルとかあるかもしれない。なかった。自分がこのバイオ法で固定武器か、持っていく武器はまずハンドガンは必須ですね。ショットガンはこの村で入手できるショットガンですを入手を最後まで使っていきたいなと思います。気づかれるっけこれ。気づかれた。すかさず使う。俺でやった。アイテムは最後取るぜ。人のバイオ法の実況を見ててですね、ここにまずチェーンソーを誘うんですよ。いや、誘わなくてもいいんだけど、というやつを来るんですよ。パリン、シッと。サムナビッチ。はい。パリーン。いない。
ここがアンチらしいんですよ。アンチっていうか、あのパターン、パターンができるらしいですよ。待て、手榴弾は緑物同士置いとこ。やばい、死ね。普通に当たってますけど、まぐれですよ。ありがしてみたい。何、いていていて、ダブルパンチないぜベイベー。おおー、おばちゃんありがとう。おばちゃん優しい、首が飛ぶとかやった。え、貴様だ。やばいやばい、やばい。やばいやばい、やばいとこやった。初心者がね、あんなハメをやるもんじゃない。ショットガンを使おう。で、こっから始まるというわけかい。無理にショットガンじゃない、あのチェーンソーをやっつける必要ないんだな。パリン、焼夷手榴弾、何もない。じゃあ行きますか。まだそこのイエローハーブを取る俺であった。すかさず俺は調合する。あ、違う。おお、後ろにいるのかよ。使ってなかったら死んでた。ペラペラソース。お、あ、やばい、てめえやばい。ちょ、これ使うべきであろう。やばいやばいやばい。ちょっと申し訳ないんですけども、これか。やっぱノーマルでやります。まあ今までのはなんかあれですよ、オープニング的なバイオハザード4の実況プレイオープニングテーマ的な。やべえ、一回止めようかな。ダメダメ、止めちゃいかん。止めたらもういかん、止めたら負け、死ぬ。こっから飛ぼう、めんどくせえ。あれ、痛いよ。あの貿易度が下がっても、いやいや弱くなったぜこいつらと思ってね、その分下手になります。
その分下手になります。大事なことなので2回言いました。多分プロフェッショナルでやったからここで死んだんだ。ノーマルだから大丈夫。奥さん邪魔。やっ、どれ、びっくりした意味がわからない。キャ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 、来たぞ。投げてくるタイプはあんま好きじゃないんだな俺は。こういう場合がショットガンだ。整理は後からします。イエー。おー、でもやばい。近づけ近づけ。おお、危ない、危ない。ランクだってランク気にしてないんだ俺は。あ、なんか当たった。おお、カオスカオス。いや、あれ、あ、追加ですね。おお、びっくり、ほんとびっくりした今。ちょ待って、起き上がれ。あ、うどまだまだまだ、スクリーンセーバーでした。燃やせピカリーノ、ピカリーニョ、得た。お金が欲しい。よっしゃ。あとは普通のプレイをしていきます。スタート連打。ほんとね、最近実況で熱くなるなんてないんですけどね。おっ、死ねよ。やばい、この野郎死にてえのか。あれ、牛がいない、どこ行った。6分間だっけ、6分間生き残ればいい。いい、チークバー動かしながら見てね。緑色が回復アイテムですね。はあ、本当にレオンかっこいい。どういうこと？はい、あそこそこか。え？あ、そこ。一人一人だったらこれでいける。あれ？何様だ、どっちを狙う。おお、飛びすぎる。まあ培養こだって、さあ来い。え、そっちじゃねえ、そっちじゃねえし、めんどくせえ。弾なくなったら弾をドロップするようにシステムあるんだから、そういうバイオ4はそういうシステムなんだから大丈夫、積むようなことはない。やった。あ、しまった、あ、しまった。すいません、すいません、
ムービースキップしちゃいました。すいません。すいません。すいませんね。ここで俺はすかさず、あ、間違えた。レッドハーブ、ここにあるからいいか。いや、まだ回復するべきじゃないよね。さあ、回収します。こういう部分はカットしようかな。じゃあ、アイテムを取ってきます。カット。はい、カットしました。やっと、アイテム取ってきました。では、降りましょう。どう？今鳴った？鳴った？キュンって鳴った？うん、もういい。まあ、カットはもうアイテム回収の時だけでいいですかね。まだあったし。ん？なんだこれ。警戒指令、近々合衆国のエージェントがこの村の調査に訪れという情報が入った。このエージェントが例のものと接触しないよう注意せよ。とりあえず例のものは農場に抜けた先の、灰屋に監禁してあるが、準備が整い次第より警戒厳重なる、警告へ移送する。その間合衆国の人間を近寄らせてはならない。まだ合衆国政府がどのような経緯でこの村を造した対象としたのかも探る必要がある。計画実行を迫ったあのタイミングで調査が入るのは単なる偶然とは考えにくい。我々と合衆国以外の第三者の組織が動いている可能性もある。常に警戒を怠るな。村長ヒドレスメンデス。メントス的な。メントスはね、甲羅に入れてプシューとやるとね、すごいですよ。やったことないんですけど、 YouTube で見ました。ああ、ここもか。最初どうしようかな。ふん、危ない。ふん、見づれ、この柱、この壁。よし、ダイ、いるいる。無敵な時間が多いね。あら、何？何？ナイフ強っ。クラウザーだったらね、普通に余裕なんですけども。これか。卵、卵、これは金玉じゃないか。ほら、うろ、うろ、うろっと。普通の卵しか食べない俺は。緑、え、茶色？茶色か白の卵しか食べないようにしたい。仕事しろ。おかしいな。よし、よっしゃ。あ、あ、落とさない。俺死ぬんじゃね、これ一回食らったら。でもそういうギリギリな気持ちをね、あの心のどこかに取り留めとかないと油断してしまう俺は。危ない。来いや。危ない。よっしゃ。あ、こっちからじゃなかった。まずはあのなんだっけ、
お宝取るところは取ろ、実況っていうか、こっから降りるんだっけ。ここに、これ、くぼみは、くぼみのあるステインを取った。これが欲しかったんです。で、アイテムと、そこ、散らばってた、青コインを、撃退して、また、カットします。スーパーカットーク。なんかなかったっけこの辺。あ、そうそう、これ連打か、任せろ。四角連打俺に苦手なんだぜよ。おお、いけた。丸連打しか得意じゃないです。丸連打と×しか俺得意じゃないです。どっ、なんか虫か。さあ今回のパート1か、もしかしたら分割するかも。パート1の最後の戦いです。あれぐらいはできる。やばい。適当に打って自動で当たってくれる。投げてくるタイプはね。やばい。あ、しまった。しまった。あ、しまった。なんだ、爆発では死なないんだっけ、レオン。やばい。でも、自信がないから、避ける。ここから狙うのはレオンのポリシーです。よし、あ、トラップでも死なないのは知っている。たどいてなんで引っかかるのかな。やばい、非常にまずい。毎回も死ぬことないさ。ん？ほんと。パート1でもう死ぬことはない。なんでいるんだ貴様。もっと存在感出せよ。ほんと、死ぬかと思った。さあ、みんなもう少し頑張ってね。ステイン、画面切り替えはこうか。えいと、ここにもあるのを忘れずに。お金か、お金は嬉しい。やっとパート1が終わるぜ。みんな、ご苦労様。あれ？まだ？まだか。お金、嬉しい。玉。こういうタイプは、狙って瞬間に撃つと、見た感じ、一瞬、
R1 で構えるんですけど、 R1 を構えた瞬間に四角ボタンを連打して撃つと今みたいになります。はあ、終わった。調べられない。で、ここでアイテムの整頓をしたいと思います。さて、こちゃり、やばい、ボスしてる人、試合してる人で、あのトイレ我慢すると、そっちに集中しちゃって本来のプレイができないことってありますよね。それはゲームにも考えられ妥当す、ん、ゲームにも、ゲームプレイにも、あの反映されることで、で自分はそのトイレを我慢してる状態のことをして、プレイが鈍ることをションベン現象と呼んでます。ションベン現象、意外にションベン現象って結構使うよ、使えますね。今ションベン現象だからプレイが下手でごめんなさい的な。終わった。26分、半分以上がさ、オープニングでした。あ、ご視聴ありがとうございました。一回切ります。